こんにちは、りんちゃんです。いつもご視聴、コメント、高評価、本当にありがとうございます。ということで、前回の続きやっていきましょう。はい、では、チャレンジ4からいきましょうかね。ゼータ借りましょうか。今回は久しぶりに、まあ、ソニア、クレア、青ソニア使っていきましょうか。中身はまあ、ゼータをまあ、分解してって感じのキャラなんで、特に、あれですね。変わった要素はないですね。ネイもいっぱいいますね。で、ドラゴンタイプに合うから、オーディンだけ、ちょっと、上がんないですね。火力がそんなに。ゼータとかはドラゴンなんで。まあ、行きましょうか。しょっぱな暗闇。まあ仕方ないですね。まあ最初から使うのもいいんですが。使っていきますか。ほんで、ボガーってやって。もうこれだけでね、火力出ちゃうっていう。お手軽ですよね、本当に。お、8割以下、なりましたね。ありがたい。サクサクいけそうですね。まあ、秒数が減ろうが、2色消せばいいだけだから、変わんないっすね。はい、クリアでーす。はい、このまま続けていきましょう。チャレンジ5。リーチェさんお借りしてもいいんですが、どうしましょう。火属性。なんかいろいろありますね。どうしようかな。紙結びお借りしましょうか。まあ、いつもの通りのパーティーでございます。こちらも2色消せば OK ですね。ないから、まあ、適当にやっていきましょうか。あららら、適当にやっただけなのに、めっちゃ削れてしまいましたね。これは1捨てですかね。なんか、ボスの職ですよね。ですよね。ですよねって感じ。はい。では、とりあえず初級向けは全部クリアしましたね。次、チャレンジ6。これがラストですね。さあさあ、どうしましょう。ハクパでも使ってみますか。あえて今編成していくという、ここでいいでしょう。まあ、ボックスの中あんま見せてないですよね。結構、いっぱいいるんですよ。ハク、こっちのハクしかいないんですよね。他にいたかな？いないかな？いないですね。もうこれでいいでしょう。中身は基本的に適当で大丈夫だと思います。育成してるのは水属性とかの方を育成してるから。この辺が入れて。火属性一体だけ入れましょうか。じゃあこうして。火と闇。火と闇がいいな。これでいいでしょう。もう適当です。まあ、チャレンジ6ぐらいならね、全然、
大丈夫なんですよ、こんなパーティーでも。じゃあ3色消していきましょうか。おっと、バインド。まあ大丈夫でしょう。とりあえず消して、全然ですね、余裕すぎますね。まあこの辺はガーってやって、はい、これで OK です。これがこうでいいか。お、やっと出てきましたね。バルディンでしたっけ、名前忘れちゃいましたけど。今んとこ何も活躍してないからね。どうしよう。強化ドロップ5個消したら倍率上がるみたいなので、どうしようかな。2色以上でしょ。闇がないっすね。最大火力打ちたかったな。まあ仕方ない。あ、撃てますね、これ、最大火力。いや、しょぼいっすね。最大火力がしょぼい。まあ、このぐらいの方がちょうどいいですね、自分的には。でもこれで負けたらダサいっすけどね、自分でナメックしといて。やばい、これは 50% 減らすことになるから、どうしよう。ここを作って回復して、どうしよう。欠損してるからダメージが与えられない。最大 HP のなんですかね、やってみましょうか。まあ死んだらコンティニューします。あ、そんなことなかった。でもなんか水がいっぱいになっちゃいましたね。回復を作りたかったんですが、コンディにしましょう。これはさすがに、どうしよう。よし、これで欠損なしですね。
7コンボは打てないかもしれませんね。どうしようかな。ダメでしたね。コンティニューしますね。ちょっと。ふざけすぎました。シャキッと旋回って怒られましたね。パズル力でなんとかなるかなって思ったんですけど、何にもなんないですね。あと2コンボ。あと2コンボ欲しかったですね。仕方ない。あなたの力を見定めます。いろいろキラキラしてるんですけど、どこを消そうか迷いますね。またですか。どうしようかな。ここで5個作って、こうして、まあまあこの辺はいいでしょう。もうラストなんだ。あーっと、見事突破しました。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。いやー、まさかね、コンティニューしなきゃいけなくなるとは思いませんでした。ちょっとナメプが過ぎたようです。まあ、次回はちゃんとやっていきますので、またその時は見てくださいということで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またね。